ちょっとみんなには悪いけど俺バズらせていただくよ。初めて見るいぶかしげな表情、安心感のあるバイト先、本田くん。それが恐怖という感情だよ。さて、今更なのですが、ちょっと入学から入りたい部活があったので、ちょっと文化祭前に入ってみようかなと思います。あ、今回ちょっと手芸部に入ってみようかなと思っております。もうちょっとこれ曖昧な記憶なんですけど、今思い返してみると、うちの姉が木村先生とか王子とかを攻略してる時に手芸部に入ってた気がするんですよ。もう今はこの中にはない手芸部っぽい部活かもしれないんですが、なのでこれ勉強系のパラ揚げに向いてるんじゃないかなと思いまして、そして手芸部は文化祭前に入ればなんか演芸部の時みたいにイベントがあるんじゃないかと思いまして、ちょっと今のうちに入っておきたいなと思いました。ちょっと部活があまりに厳しかったり、パラメーターに悪影響があるようだったらちょっと途中でやめるかもしれないんですが、とりあえず手芸部入ってみたいと思います。あ、このクラブに決めちゃおう。ういより良いクラブ活動ができるよう頑張りましょうね。おほう、優しそうな部長さん。はい、よろしくお願いします。よし、頑張るぞ。あ、なるほど、第3日曜日の縛りはない。で、早速やってみようかな。はい。パラメーターにもそんなに悪影響はなさそうっすね。あ、好きな時に活動できるし、いいんじゃないでしょうか。とりあえず様子見ましょう。それで君の一番はどれ？あ、この中で一回も行ったことないものが一個あるんですよ。これこれ、どうかな、本田くん。バンジー。いい。うん、面白そうだね。どっちから飛ぶ？ほうほう。なんか、まあまあ、良さそう。ん？興味持ってくれて嬉しいよ、本田くん。ちい。なになに？あ、本田くんから飛んで。ちょっと、タイム！今、覚悟決めるから。あ、なるほど。どんな感じかあんま知らなかったんだな。そして現物を目の前にして今恐れおののいていると。嘘だろ。よそ見するから。ここって地上だよね。せやな、何の覚悟もないまま落ちていったからな。ちょっと夢と現実がごちゃになってるのか。このスリル癖になりそう。もう結構です。興味深い経験だった。ずっとここ体験だったって呼んでたな。どれかな。興味深い経験だったやろ、本田くん。よそ見してたら気づいたら地上があったなんて。まあ当分浮いてたやろけど、どう、本田君。興味深い経験だった。えい。ふんうん。飛んだ瞬間の感覚は忘れられそうにないよ。いろんな意味で。この顔。あれは落ちてたけどな。えい。まあまあ。よかった。やったかと思った。ワクワクしてきた。ワクワクしてるの？結構なんか心に傷を負ったのかと思ったけど、あ、よかったです。そして俺は本田くんに怖いという感情があったことに驚いています。本田くん、それが恐怖という感情だよ。よかったね、怖いという感情が体験できて。へい。どうかした？いや、怖いって感じあったなって思って。ふぅ、
ちょっと疲れたかな。君は大丈夫？まあ、今日疲れたのは仕方ない。どうしたの？まあ、ちょっと自分がよそ見してたのが原因だけどね。あれはちょっと相当びっくりする体験だったんだろうね。どこ触ろうかな。大変だったね。ちょん。またどっか行こう。またどこか。本田くんの感情を震わせるような場所に行きたいな。もう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 。いつもありがとね、本田くん。お、これはすごく近づけた。はあはあ。お、よいしょっと。あ、危ない。お、よかった。重いものは俺が運ぶって言ったよね。あ、そんなこと言ってくれた本田くん。優しい。多分俺、アイコンみたいな失敗しそうになったやろな。すごいな、本田くん。やっぱ、運動神経悪くないやろ。本田くん、ありがとう。でも、全部任せきりってわけにはいかないよ。だからって、無茶なことをしない。せめて台車を使うこと。確かに、おっしゃる通りだよね。俺、数回に1回は、あるやらかすし。これくらいの距離なら大丈夫。そういう油断が事故につながるんだからさ。いや、ほんとやな。俺ちょっとしょっちゅうやってるのにごめんね、学ばなくて。はい。あ、ただこれ言われても俺は繰り返すんやろな。学ばない女子だと思われて嫌われないかな。とにかくきっと賢い子が好きなの。じゃ、あとは俺が運ぶから、君はレジの方頼むね。あは、ありがとう。本田くんに心配かけちゃった。おお。でも本田くんかっこよかったな。俺があの大惨事を起こす直前でさっと助けてくれた。ヒーローのよ。安心感のあるバイト先。俺がしょっちゅうやるからマークされてたのかも。お？お。書店でバイトか。高校生っぽくていいな。先生。三影先生、そうですか。本が好きなので。ほう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 。好きなことは何でもやっとけよ。あはあはあ、そうですね。学校の友達もバイト仲間も今しか作れないからな。頑張れ。あは、好きな男子もここで働いてるんです。一石二鳥なんです。あ、はい。じゃあな。あは、ありがとう。あれ、三影先生、何か本探しに来たんじゃないのかな。あ、俺を見に来てくれたんやろな。カバガクはバイト申請とかするのかな。毎回来てくれるけど。今年の文化祭、私たち手芸部は体育館でファッションショーを行います。おう、ファッションショー、素敵やな。2週間後の文化祭を目指して各自準備を進めてください。なるほど。これはなんか、各自準備をってことはやっぱり競うのかな、多少。だったらちょっと俺の作る服は、道ひかに着てもらうってどうかな。もうちょっとした騒ぎになるのでは。最悪七つ森くんを脅してゲストとして、七くんに登場してもらうって手もある。むしろ女子の服着て七つ森くんに出てもらうまである。いや、俺、いくらでも手札あるやん。悪いね、みんな。俺、今月入ったばっかりでエプロンしか作れないけど。そのエプロンで1位取れるかも。あの、右の女子みたいなヒラヒラの服とか作れないけどね。多分俺、今年の文化祭の話題をかっさらうことになるよ。ちょっとみんなには悪いけど、俺、バズらせていただくよ。あはは。よし、頑張って服を仕上げよう。あはははもう、服も仕上げて、モデルも調達しよう。楽しみだな。お、あは。ちょっと、ファッションショーをやらせていただこうかな。ちょっとあのモデル3人組の誰かにちゃんとオファーしたのかな、俺。看板ずっと書いてたけど。あは。
ジュアルウェアのステージ。おお。あ、ギリギリ仕上がったけど、いよいよランウェイ。緊張しちゃうな。おうおう。おう。あ、見つけた。本田くん。ああ、本田くん、見に来てくれたの？ああ、本田くん見に来てくれたの？いや、道彦も七くんも来なそうなんだけど。ちょっとこのエプロンつけてステージ出てくれない？うんうん、モデルの君も作品も両方楽しみ。俺がモデルやるのか。なるほど、そういうことか。もう自分で全部やるんだな。だったらやっぱ1位やろ。俺可愛いし、エプロンつけて颯爽と登場するから期待してて。嬉しいな、ありがとう。いい席で見たいから、じゃあね。めっちゃ楽しみにしてくれてる。まあ、1は俺だから安心して。俺、うちの部で一番目立つし、一人だけ髪色ピンクなんでね。よし、かっこよく決めなきゃ。おお、カジュアルウェア。おお、俺、堂々としとるな。おお、みんな拍手して、みたいな。うん、観客を煽ったりもしてる。やれや俺。よかった、なんとか成功したみたい。なんとか成功。おう、かっこよかった、モデルウォーク。おう、俺の堂々とした歩きっぷりが響いたみたいです。ありがとう。幅学手芸部の伝統なんだ。そうなん？うちの手芸部モデルウォークまでレクチャーしてくれる。総合的にファッションの道に進むためのカリキュラムができてる。俺新たにモデルの道も開いちゃったな。でも君が一番だったよ。お客さんの拍手も一番多かったしね。あは、俺拍手煽ってたからね。一人だけ髪ピンクで目立ってたやろし。ただ、ピンクの髪はうちでは優等生やから。みんなピンクにしたらええのに。やったね、大成功。お、大成功か。よかった、ファッションショーは大成功。あははは。来年はもっと凝ったものを作ってみたいな。パーティードレスとかいいか。おう。もう結構凝った服作ってたよな。俺エプロンしか作れないと思ってたから結構びっくりしたな。来年はパーティードレス。おお。まあでもパーティードレスより今回作った服の方が難しそうやけど。ちょっと俺手芸あんまわからんけど。おお。今年のローズクイーンが決まったみたいね。あ、そうなん。まあ俺には関係のない話なのね。ちょっと道彦、来年3人で俺の衣装を着てステージに立つってどう？お願いできる？あは、楽しかったな。手芸部の文化祭楽しいな。お、これは本田君がついにセーブの画面に出てきてくれました。俺の頭から電球が出てるな。それに本田くんが大喜びしてる。世にも珍しい光景だよね。多分俺のモデル姿を見てちょっと気持ちが傾いてきたんだろうな。あははは。そろそろお庭も開く頃。あは、デート行こう。お、ありがとうございました。あ、これは仲良くなったら出てくるやつ。本田くんのアンモナイトくんのイベント。あ、多分今回最速のアンモナイトくんなんじゃないでしょうか。あははは。もうぼちぼち本田くんが入廷してくるようです。じゃあちょっと残りの2人もサクッと庭に入れましょう。どうしたの？ペアルックがすれ違いがちやな。本田くんって握ってた方がいい？うん、そやな。ちょっと俺ペアルックがすれ違うと不安定になるので、握ってくれる？あ、
あとこの服着てくるときは連絡して。もうこの辺から野生の匂いがするよ。あは。ん？まあ、来たことあるんですけど、ちょっとここは、3回目の会話聞きたいので、ちょっと今のうちに言っときたいんでね。ちょい。ちょっと動きにくくない？ダメだな。ほらこっちこっち、時間もったいないよ。あは。もっと近くで見ちゃおうよ、動物と一緒に写真撮ろうよ。本田くん見たいところはある？あは、まあ、これはバッチリわかってるんです。チャレンジでやったやつなので。もっと近くで見ちゃおうよがバッチリご印象。すでに来ていますのでわかります。ただ3回目の会話を聞いてないので、ときめきの会話を聞くために今のうちに消化してしまいましょう。悪いね、ほんでく消化試合だよ。もっと近くで見ちゃおうよ。へい。うんうん、俺なんかケージの中まで入っちゃいたいよ。あ、ほんでく入りかねないからね、止めなくちゃ。あ、バッチリ好印象。どうしたの？あ、あれでもなんか俺たちすごい仲良くなり始めてるはずなのに、まだこの表情。触り方はちょっとまだ注意しなきゃいけない段階です。チョンだけにしとこう。チョン。おーい。いや俺もちょっと考えながらスキンシップしてるんでね。俺君と遊ぶの好きみたい。君は？あはははは。ん？そろそろ送ってくれるタイミングだよね。ただまだタッチは冒険できないタイミング。ちょい。さて、帰ろっか。帰ろっか。送ってく。当然でしょ。うん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 。あ、心のお庭が開いたのね。どうしたの？行きましょう。行きましょう。目をつつか。ちょい。ちょっと。まあ、怒るだろうな。ありがとう。俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。あ、ん？帰りの最後のたちが意外とむずいよな。意外とむずいよ。頭にしとこ。ちょい。全然時間足りないね。さあメッセージ来るかな。来ないんかい。今回も別データで他の選択肢を見てみたいというおまけのコーナーです。さて、ジェットコースターの時みたいにちょっと前向きに行ったらいい方に取ってくれるんじゃないでしょうか。このスリル癖になりそう。うい。中毒性があるのかな。そんな心配。印象悪くしちゃった。うわ、初めて見るいぶかしげな表情。ってことは印象最悪じゃなければこれが一番いいんだろうな、この中だったら。多分この選択肢本田くんの気持ちだろ。もう結構です。あ、だよね。よかった。価値観の一致って一番大切。本田くんが安堵している。あ、これがいい感じ。ただこの選択肢を本編で選んだとしても、俺多分ここにまた来るよ。本田くん、本田くんが怖がる姿なんてなかなか見られないからね。俺ここ気に入っちゃった。ほら、俺もお化け屋敷あと2回行くからさ、嫌いにならないで。だって3分の2が多分嫌いになる方の選択肢やろ。それでもまあまあはプラマイゼロぐらいかな。わからんけど。バッチリない上にあんま印象良くないやつがあるぐらいやからな。中毒性がある。痛かったぞーって言ってるから。のんきなこと言ってんな、おい。お前の邪悪さはポケモンにとって脅威なんだろうな。とりあえず人気のないところであいつら芝居だろ。ただその着ぐるみはもちろくらしいですよ。すげえかわいい。見た今の。まあやっぱりネーミングセンスがないな。